はい、皆さんこんにちは、玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルをご覧いただきありがとうございます。さて今日はですね、先般の参議院選挙で、参政党議席を獲得されまして、そしてその代表に就任をされました松田学さんにお越しをいただきました。実は松田さんとはですね、皆さんご存知の通り、かつても、経済政策やですね、いろんな対談もさせていただいたり、皆さんもご存知の方多いと思いますけれども、選挙終わって改めて今日はですね、松田さんとお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、改めまして松田さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、こういう形でね、またお会いできたのは非常に嬉しく思いますけども、残念ながら松田さん自身は ね、 議席をちょっと得ることができなかったんですが、党の代表に就任されたということで、これも選挙戦を振り返ってみて、結構メディアではね、かなり、参政党さん躍進されて、ブームが起きてるというふうに言われてますけど、実際戦ったご本人としてどんな感じでした？肝心のそのメディアがですね、なかなか取り上げてくれなかったんですがですね、いわゆる、政党力はないですね、諸派ということでですね、ですからマスメディアしか見てない方には参政党知らない方が結構多かったっていう、その中で我々はネット型選挙ということで、本格的なネット型選挙っていうのは初めての試みをやるぐらいのつもりで、やったんですね。ただもちろんね、リアルに街頭演説をまめにやって、そうですね、で全国の組織も整えですね、で全選挙区に候補者もなんとか立てられまして、これは別にお金があるわけじゃないんですが、ちゃんと皆さんから集めた寄付金でですね、一般の国民の寄付金で、すごいなと思って、ね、で一応ですね、供託組を含めて必要最低限必要な選挙資金は全部出したんですね。我々の方針ってそういうもんですから、でそれで45の地方選挙区全部出せるとは最初思ってなかったんですが、それだけの寄付が集まったんで出すことができたと、でそうやって、全国でもまめに街頭演説をやってて、それをですねメディアが報道しないもんですから、YouTuber の方々が皆さんすごい協力してくれましてね。確かに、YouTube とあと切り取り動画ですよね、TikTok なりインスタのリールとか、YouTube でもショートの短いやつでね、どんどん、私もそれを見ましたね。そうですか、拡散力すごいなと思いましたね。私もすごいと思いました。だから、ちょっとネット戦略も参政党さんの参考にしていかないとこれからダメなのかなと思うぐらいですね、かなり特に若い人、我が党も比較的若い人にいろんなメッセージが伝わってた方だと思うんですけど、やっぱり世論調査見てもね、参政党さんもかなりその若い層、特にネット使う層にはですね、結構知られていて、短期間なんですごいなと思って、我々も学ぶところ多いなと思いましたね。ネットですから若い人がだけかと思ったらですね、意外とご高齢の方もですね、YouTube がご覧になっている方いるんですね。今多いですね、結構ね。多いですよね。でいろんな反応をいただきましてね、久しぶりに正論聞いたとかですね、おっしゃってくれたりして、世の中いろいろ経験されてきて、本当のこと言ってくれてるなっていう感覚を持ってくれた人が、高齢世代も結構多かったですね。一番こう響いた訴えってのはどういうことですか？やっぱりですね、我々ある人が言ったんですが、よく我々大和魂って言ってたんですけど、日本人の DNA って言いますかね、それをこうくすぐったって言いますかね、目覚めさせたっていうか、で我々って一貫して言ってたのは、やっぱりこのいろんな最近の動き見て、YouTube なんて詳しくは言えませんがね、コロナもそうですし、どうもこのグローバルな利権によってですね、日本の我々国民が相当こうね、本来享受できる豊かさとか、あるいは健康もそうですけどね、そういうものがこうだいぶ壊されてんじゃないかっていう意識が結構ね、広がってる感じがしたんですね。でそれはあんまり今までズバリ言ってる政党がなかったという意識があったみたいで、やっぱりそうなんだっていうところでの共鳴があって、でその上でやっぱりもう一度日本の国って歴史振り返ってもいい国じゃないかと、で日本にいろんな答えあるじゃないかと、でもう一回日本のことを勉強し直そうよって言って、一種の何て言うんでしょうね、あまりこの国粋主義ってわけじゃないんですが、健全なナショナリズムって言いますかね、そういうものをくすぐったのかなって感じがしますね。なるほどね。私もね、かつてTPP の議論があった時に、やっぱり食の安全とかね、食品表示の問題とかをやった時に、かなり若い人、渋谷でね、確かね、
少しセミナーみたいなことをした時に、うん、すごく若い女性の方とかも来てくれて、はいはい、やっぱり自分や自分の子供に何を食べさせるのかっていうことに対してすごい関心が高くて、うん、高いですよね、でそれがまあなんかこう、まあ、よくね TPP なんかはそのアメリカのワシントンのコーポレートロイヤーが書いてるんじゃないかってよく言われて、まあそういう特定のやっぱり国の特定の企業の利益なんじゃないのかっていう、まあ常にそういうね疑心暗鬼がある中で、まあそういうところをこうバシッと言ったあるいは言うようなことがね、響く時代になってきてるのかなっていう感じは少し私も感じてますね。やっぱりそうですね、ちょっと意識のが少し変わってきてるような感じがありますよね、はい、あと今日はそれでですね、はい、松田さんといえばやっぱり私は大蔵省財務省の先輩でもあってですねやっぱり前も対談した時にやっぱりこう結構関心が皆さんあるのは経済政策なんですね。でまあ参政党の経済政策っても多分それは松田さんの経済政策そのまま入ってるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、経済政策をどのような政策を取るのかっていうのがこれからの日本が本当に国力、うん、あるいはまあ防衛をどうするかっていったってやっぱり日本 の, その経済力がないと、本当そうですよね、その防衛だけ言ったってしょうがないし、社会保障だってやっぱり根っこの経済が元気じゃないと、そのやっぱり社会保障って安定しないんでね、でここ の, その根っこのところがねなかなかその方向性が見えないっていうところが ね, ね多くの国民の皆さんの不安だと思うんですけど、ここはでまあ、我々は国民主党としては、まあ、給料が上がる経済ということを去年の衆議院選挙から訴えたし、そのために何より積極財政の転換が必要だと、でとりわけ、まあ、人的投資ですね、人的資本形成のこの教育とか科学技術とか、もうそこで食っていかなきゃいけないんで、もうそこはもう惜しみなく出せと、で教育国債発行してでも出せというね、まあ、私はどちらか国債を出してるということでやってたんですけど、まあいずれにしてもちょっと今までと同じことをやったんじゃ絶対経済元気にならないので、この辺をですね松田さんにも改めて伺いたいなと思って、はいはい、積極財政っていうのは全く我々が一番言ってたことなんですが、基本的に国内でお金が十分回ってないっていう認識がありましてね、対外純資産残高では日本はずっと三十数年間世界ダントツ1位を続けていて、で最大の累積債務国アメリカがですねあれだけ力強い成長していると。そうなんですね、やっぱり債権者であるっていうことをね、その立場を全くね生かしてない生かせてない、ためてんだよね、ためてるというか動かないよね、動いてない、国内で動いてないと、で国内でのお金の流れをどうやって動かすかっていうのが経済政策の一丁目一番地だろうということは、まあ、他にもいっぱいありますけどね、でもまずそこが動かないとですね他も動かないだろうということ でその上でやっぱりネックになっているのは、まあ、財政の問題じゃなかろうかと、でその上で、今の仕組みの下では、やはりね財務省だって国債がどんどん流通するのは嫌だろうし、そこでね私は松田プランっていうのを出しましてね、もう国債も今どんどん日銀が買ってる、そう買ってる限りはですね、これその一部は、将来国民のニーズに応じて政府がデジタル円というのを、まあ、もう隣の中国がデジタル地味に始めてますし ね, そ う, すね、そういうものでその日銀が持ってる国債を償還していくと、でそうすると国債がお金に変わるん で,、でそれを、銀行を通じて、民間の要望に応じて流通させていくとなりますとね、いわゆる国の債務がお金に変わっていくという道筋が描かれるわけですから、そうすればですね国債発行に対する制約がもうなくなってしまうんで、そうすると もっと積極財政ができる前提ができるだろうというのが松田プロの基本なんですね、でこれこういうね財源論をなくしてどんな政策を言ったって、いやそうなんです、 財政出動って言ったって、いや消費税を撤廃するという野党もありますけどね、じゃあどうやって撤廃するんだという話になっちゃうんで、やっぱりそこの基本的なところは政治の役割じゃないかなということかと思いましてね、それは随分訴えましたね、はい、そうだから私もね、まあ我々その多分似たような発想なんですけど、その、まあ、一部日銀保有国債を永久国債化しようということ、どうせぐるぐる回ってるんで、そこの部分に関してはね、そこは一部永久国債化して、つまり償還費のところは、まあもう落としたらいいんじゃないかと、いうことでね、そういう、まあ、結局借り換えしていって、で財政法上はあまり知られてないんですけど、その借り換え債に関しては日銀は直接引き受けが可能なんですよ、一部国会に認められた債ですよね、そうです、だからそこは実はぐるぐる回ってるんですけど、まあ
我々もね、そのある程度現実的にやれる範囲でやることをやっていって、あまり財政制約で何もできませんってことになると、もうそれこそこれから本当、あと20年高齢者の数って増えるので、増え続けるので、お年金医療介護のお金に使ったら他も削るだけで何もありませんみたいな話になっちゃうんで、それだと国が発展しないので、私は一番心配してるのは、やっぱり将来の成長とか税収の増加とか、そこにつながる分野にお金が全然回らなくなっていることが問題だと思ってるんです。おっしゃる通りですね。ですから教育国債っていうのは一応私が考えて投資国債って概念なんですね。はい、投資国債っていうのはバランスシートで考えてみたら、もう資産とついつまのある借金なしていいだろうですね。これはもう民間企業みんなそうしてるわけですから、やっぱり国もね、今公共事業と出資金と貸付金になっちゃって、そうです。公共事業っていうのは実物資産しか評価できてない。でも今民間では無形資産までどんどん資産形成をする動きがあるんだから、国もそういった意味での公開計画をやってみたら、それは知的財産だってあるし、もしかしたら人的資本もあるだろうということで、投資国債の概念というのを少し財政法4条も見直してですね、というのはずっと言っておりましたね。いや、それでも同じで、同じですよね。同じだから、教育国債という国債を発行するか、あるいは現在の財政法で見ても公債発行対象経費の範囲を人的資産形成、資本形成にまで拡大するという概念でとまず3みたいになるし、それを切り出して建設国債はある種こうリアルなね、こう橋や道路のような物的資本形成には建設国債で、これ有形無形資産も含む人的資本形成は教育国債というふうに、私はそれを分けて管理した方がいいんじゃないかと。で、松田さんは多分これを含めて投資国債という概念で、少し建設国、公債発行対象経費を広げようという概念、多分ね、基本的には同じ、基本的には同じです、で、そんなのはね、よく分からないというか、なんていうかな、見合いの資産がよく分からないっていうふうによく言われるんですね。言われますよね、そこは。負債サイドは立つけど、じゃあ、その資産サイドは、じゃあ、人だと言ったって、よく分からない。で、ここをきちんと研究して、私は高度化すればいいと思ってるんですね。そこね、それこそね、財務省のプロフェッショナルの、ね、能力を発揮してほしいところじゃないですか、ね。で、今もだからね、その橋や道路や作って、それで経済が元気になるから、償還可能性が上がるって言ったって、それだってなんか、かなりバーチャルな概念で、相当バーチャルですよ。実際それでどれだけ償還のね、償還力の向上につながってるかなんて分かんないんで、だからむしろね、そのダメだダメだ言わずに、そういったやっぱり本当にこう教育とか、人が育ったりイノベーションが起きたりして、それが経済の発展税収にどれぐらいの比率で、どれぐらいの、いわゆる投資上数とか含めてね、なるのかっていうのをちゃんと考えて研究したらいいんですよ。本当そうだと思いますね。そのために優秀な人材がいるわけですからね。そういうことはね、ぜひ。なんか毎年毎年予算でね、切った貼ったばかりやってね、経理屋みたいなのやってたら、財務省だってかわいそうですからね。あんまり面白くないと思う。面白くないじゃないですかね。だからそういうところはね、私、これはもちろん自民党の中にも積極財政派の方がいるし、安倍総理も晩年そういうことをおっしゃってたんでね、私はそこは賛同して、党派を超えてやったらいい分野だというふうに思っていて、特に本当にこのままだと、日本がどんどんなんていうかな、三流国になっていって、経済的な活力を失ってしまうと元も子もないんでね。もうとにかく国がお金を回すっていうことをやらないと、お金、民間企業って難しいですからね、いろんな意味ですね、民間だけにやれって言ってもですね、結局異次元の金融緩和をやってもこんな状況ですからね。インフレといったって、サプライサイドのインフレで、需要面ではまだまだデフレなんですよね。そうなんです。そこは区別して考えないといけないと思うんですけどね、ここはね、一部野党はいきなり金融引き締めるそうそうそう、今の状況で引き締めたらとてつもないことになってしまうんで、もうありえないんでですね、これだけデフレギャップがあって、特に需要不足ですよね、需要不足の時に、その金融引き締めなんていうのはありえないので、だからある意味アメリカは確かに物価上昇率も 7-8% ですけど、賃金上昇率も 6% を超えてるので、その意味ではこう全体として加熱してるから、少しね、差し水して、僕は加熱してますからね、加熱してる、だからある種ハイプレッシャーエコノミーになっていて、高圧経済になってるのを少しそう冷ましましょうってことなんだけど、今もともと沸騰してなくて70度ぐらいしかないんで、水入れたら40度ぐらい下がっちゃうんで一気に雇用環境が悪化してね、ボーナスも給料も上がらなくなるので、これはやっぱり日米で
政策はアメリカがやったからこうだってしたら大失敗するので、そこはそうですよね、ここはやっぱり注意深くやりたいですね。本当にそうですね。それから参政党は割とね、国の守りっていうことを結構言ってたんですね、はい、やっぱり皆さんの意識の中で、でその中にはいわゆるサイレントインベージョンもありますしね、うん、でそういった意味でそういったものに対抗していくためにもやっぱり買収されないためにどうするかって言ったら、やっぱり国内で中小企業や地方にもお金が回ってる状態じゃないと国も守れないだろうということで、密接に経済に関係してきますしね。それから科学技術もね、桁が違うぐらいうちは少ないですからね。そうですよ、本当、これも演説に私よく言ったんですけど、はいはい、中国はねこの20年間で、うん、科学技術予算を 23.4 倍にしてるんですよで韓国でも 4.7 倍、はいはい、アメリカでもね、先進国アメリカでも20年で 2.6 倍にしてるんですけど、日本は20年で 0.9 倍で1割減らしてるんですよ。そうなんですよね。だからこれではね、ただでさえ天然資源もない国で、うん、やっぱり科学技術とか教育とかに投資せずして、一体どこで日本は発展成長するんだっていうところでね、本当ですよね。でそれがあると、例えばね、ワクチンの話で言うと、やっぱりワクチンいい悪いは別として、やっぱあれだけ何兆円ものお金を、ファイザー、モデルナ、ストラゼネカジョンソン・ジョンソンに払って、それ全て海外に流出したわけです、富が、はいはい、あれはせめて国内のね、塩野義なり、第一産業なり、はい、武田とか大塚製薬だったら、せめて国内にいて国内で回るんだけど、根こそぎ外に出てるから、そうなんですよね、やっぱ賃金も上がりにくくなってるし、うんうん、この辺はやっぱりね、戦略的に、やっぱりある程度大切なものは、食料も含めてね、食料、エネルギー、ね、医薬品、医療機器、こういったものは国内でちゃんと作れる体制を整えるっていうのはね、やっぱりコロナとウクライナで学んだやっぱり大切な教訓だと思いますけどね。大切な教訓で、ね、それで今までグローバリゼーションと言いますかね、はい、それが正しいことだと、それはね、グローバリゼーションというのはほっといても進んでいくから全部否定するわけにいかないんですが、ただその中にあってもグローバリズムというね、そのいわゆるそういう勢力といいますか、その立場に対してはちょっと違うんじゃないかと、それでむしろ国民経済という概念をね、ちゃんと作っていって、重要物資は基本的に国産化していくと、で半導体もそうだと思いますけどね、でそういう国民経済の概念をもう一回復活しようじゃないかということも言ってたんですね。これは国の守りの上でもそうだし、経済循環も今おっしゃったように国内にお金が落ちないとどうしようもないわけですからね、はい、我々それをね、こう戦略的に閉じる分野を作ろうということで、訴えてたんですけど、はいはいはい、まさにそれは大事だと思うんですよね、で一方ででも今特に、農業政策なんかやってたんで、もう本当は今ね、農業きちんとね守ったり、きちんと育成したりする時なんだけど、もうね本当大変な状況になっていて、農業壊滅しますね、いやこのままいくとね、まず、いや私もね、常には農業は危ない厳しいって言うんだけど、今回の肥料、飼料、そして重油とかいろんなものが上がってたり、さまざまな資材も上がってる中で、結構大きくやっていて安定してたと言われてる農家がですね、結構厳しくなったんですよ。だからこれね、本当政策間違うと 2,3 年で日本の農業って壊滅的になっちゃうじゃないかと。そうですよね、もともと担い手の年齢が高齢化していて、ね、10年持たないって言われた中でさらにそうですからね、コストが上がってですね、いやだからこの農業、我々は実は農業も結構言ってたんですね。で地方なんかでもね、やっぱり日本食もっと食べましょうとか、これね、日本食、我々にとってみれば DNA が日本食でずっと来てますからね、長年食べてきてますからね、いろんな意味で、あまりこうね、過度に、海外のあれに依存するんじゃなくて、もう一回日本食を見直せば地域の振興にもなるし、我々にとっても元気な体になるかもしれないしということで、ある意味で生態系の循環みたいなのを日本に取り戻してですね、でそういうことも言ってましたね、みんながもうちょっとね、白いご飯食べてくれたら、毎年10万トンずつですね、米の需要が減っていくのを抑えることができれば、実は米農家も非常に助かるので、もうちょっと皆さんお米食べましょうっていう、これはね、農水省も言ってんだけど、なかなかねそういかないんだけど、もう本当に和食を見直していこうということはね、和食っていうのを実はユネスコの無形文化遺産に登録する際にもですね、やっぱり和食っていうのは美味しいイコール
かつ健康でもあるので、うん、そうですよね、だから非常にそういう見直しは私これからね、うんうん、非常に大事になってくるなと思いますね。いろいろ会うところ多いですねいやそうなんで、まあ、だからまた松田さんとはね、まあ、長い付き合いもあるしまあ、ちょっと今党は違ってしまいましたけど、まあ、ただ大きくそういうね、経済政策とか、はい、しっかり我々はまあ自分の国は自分で守るっていうこと、そうですね、これ防衛だけじゃなくてね、今おっしゃったような経済安全保障とか、うん、食とかエネルギーとか、はい、こういったことを含めてやっぱ自分の国で食べるもの、使うものは自分の国で作りましょうと。あともう一つ私はたまたまブロックチェーンとか、はいはい、少し関係してるもんですからね、国内独自のブロックチェーン基盤、ね、共通基盤を作るっていう話、はい、これ実は私が言った前マツダプランとも関連してるんですけどね、はい、でこれは情報の守りっていうことでも、うん、まあ、いわゆる今完全にガーファンのね周りに乗っかっちゃってる、まあ、ウェブ 3.0 ウェブ3っていう話も出てきてる中で、やっぱり日本もその分野で独自のものを作っていかなきゃいけないんじゃないかという気はしてましてね、はい、まあ、将来のトークンエコノミーっていうことも睨みながら、そういう未来社会も展望しながらですね、この財政金融政策をやっていくっていうのは、いやもう私も大賛成ですね、まあ、特にトークンエコノミーを推進するためにはね、やっぱり税制のところもやっぱ見直さなきゃいけないと思っていて、雑所得でがっさり取るとかですね、うん、55% ですか、ね、そうそう、だからそうすると流通にはなかなか使えないので、あとまあ期末にね、時価評価して税金払えってんじゃなくて、やっぱり利益が現に出た時に課税するとか、そういうことも含めていろいろやらないと、もうどんどんですね、海外に優秀な人材と事業が行っちゃってるので、日本人って結構ねブロックチェーン向いてるんですよね、向いてると思います、もったいないですね海外行っちゃう、うん、だからもう一つはね、その Web3、うん、まあ、ブロックチェーンもそうなんですけど、うん、まあ、マイニングとかするときに結構電気代かかるので、うんうんうん、非常にこう省エネの電気代を食わないような仕組みにすることと同時に、電力の安定供給ってこともなきゃ、停電ばっかりする国にね、Web3 はね、節電してください、節電してくださいって国に Web3 は根付かないですよ。いや、これ根本的な問題ですよ。そう、だからそういうことも含めてね、やっぱりエネルギーの自給率、自給力高めていくのは大事だなと思いますね。あと あれでしょうか、玉木代表は原発についてはどんなことを言ってるんですか。原発はね、はい、我々はもう積極的にやっぱり推進すべきだと、うん、で今やっぱこういう状況になってるんで、ヨーロッパでもやっぱ少しドイツでさえですね、もう原発ゼロって言ったんですけど、3基あるやつをもう少し長く使おうとか言ってるので、再生可能エネルギーも我々どんどん進めたらいいと思うんですけど、うん、やっぱり画期的な蓄電技術とかできるまではね、過渡的な技術としては私はやっぱ原発はある程度必要だし、うん、あとさっき言ったその安全保障の観点で言うと、今はまだ国産比率が9割以上で、日本の国内の企業とか国内の人材で作ったり動かしたりできるんですけど、もうアメリカとかイギリスはもう国内のサプライチェーンも喪失しちゃってるんで、自分たちでできないんですよね。でも今現実を見ると、世界で建設中の原発の6割は中国とロシアですから、だからもう今はまだね、ロシアに頼らないように原発回そうって言えるんですけど、こう本当ちゃんと原発技術とかを後世に伝えないと、うん、その原子力でさえもうロシアとか中国に頼らざるを得なくなる、本当ですね、うん、でこれは足元見られたら我々やっぱり自前の天然資源がないんだよね、うん、そうですね、だから私は安全保障の観点から言うと、あらゆる選択肢を常にたくさん持っていることが必要で、もちろんその再生可能エネルギーも重要なんですけど、何かにこう全体重乗せてしまうと、うん、結局じゃあそれダメになった時どうするんだってなるんで、やっぱあらゆるメニューをきちんと持って後世に、ね、特に人的なその技術とか開発能力とかっていうことをその後世につないでいくためにもですね、一定程度私は原発を動かすべきだ、まあ、過渡的な、まあ、将来の理想のエネルギーはちょっと別にして、はい、過渡的にはもうこの冬だって乗り切れない、そうなんです、ここ冬と来年も結構厳しいの で、ね、だからその辺ではね、やっぱりある程度安全基準を満たした原発を動かすべきだというのが我々の考えですね。そうですね、あと大きな話題になっている憲法改正、はい、これはどんな、これはね、我々も結党以来ですね、積極的に、まあ、憲法改正の議論をやっていこうということで、もう2020年の12月にかなり、もう中には条文まで作った論点整理をかなりしてあるんですね、はい、でまず急ぐものからやったらいいと思っていて、一つはやっぱり緊急事態条項なんですね、はいはい、でこう緊急事態条項っていうと、なんかまたナチスドイツが台頭するっていうのは逆で、はいはい、むしろ
コロナの時に、はい、そのきちんとしたその、はい、私はその緊急事態に権利制限がどこまでできるのかできないのかを定める基本的な枠組みないから、うん、あの特措法を通してね、まあ、簡単に憲法上許されている営業の自由を規制したりね、でろくな保証もないし、で移動の自由だって簡単に制限してしまうと、でああいうことを二度と起こしてはいかんので、うん、そのいわゆる緊急事態ですね、その疫病が流行ったり大規模災害が起きたり外国から攻撃受けたり内乱テロ起こったり、こういう場合にはですね、いや逆にこういう場合であっても、うん、三権分立がきちんと働いて、つまり国会がちゃんと機能するようにしておくとか、うん、裁判所は最低限こういうふうに関与するとか、うん、あるいはまあ分かりやすく言うと、その大規模災害とか感染症が広がって選挙はできないと、うん、任期満了の時にね、うんうん、そうすると三権分立のうちの立法機能がなくなっちゃうんで、うん、それこそ行政が肥大しちゃうから、うん、だからそういう時でもちゃんと立法府が動くように特例的な任期の延長をしっかり憲法上も入れとくと、うんうん、これあの東日本大震災が起こった時に県会議員選挙できなくて、はいはい、法律改正して伸ばしたことがあるんですけど、はいはいはい、でも参議院の6年と衆議院の4年は、うん、もうこれ憲法に書いてるので、はいはいはい、特例延長規定入れるんだったらやっぱそこはね、うんうんうんきちんと憲法改正が必要だろうと、だから我々はいついかなる時も三権分立が機能するように、うんうん、あるいはいたずらに緊急事態ということを理由に権利侵害がいともたやすく行政の裁量で行われないような仕組み、ルールを憲法上に書いておくべきだということを、ね、あそういう意味なんですね。そう、それは提案してます、うん、だから我々もあの、まあこの、ね、コロナについての医学的なことはちょっとこれ言えませんが、まあ、我々の認識は、ね、間違った医学情報に基づいて、うん、間違った社会的規制をやりすぎたというのがあったんで、それを踏まえるとあまりあの国民の権利を、もう裁量でし、こうね、制約してしまうような、うん、それを開くものには大反対ということなんですね。私も、そう全く同じなんですよ。そこ同じですよね。そうだから、やっぱり基本的には憲法上認められる移動の自由とか営業の自由は、そのギリギリまで認めるべきだと思うんですよ。でそれをもし制限するんだったらこういう保障があるとかおっしゃって、こういう科学的エビデンスがありますという、そのやっぱりね、憲法で認められている権利って大事なんですよ、うん、でそれをもし何かその理由で侵害したり制限するんだったら、うん、ちゃんとした理由と理屈と保障をちゃんとやるっていうことの、そういう基本的枠組みは憲法に書いておく必要があるんじゃないかっていうのが我々の考え、うん、なるほどなるほど、簡単に制約できないようにすると、うん、なるほど、まあ、あのちょっとあの議論のアプローチが違っただけで、目指しているところは同じだと、同じだと思いますね。なるほど、はい、ああよくわかりま す, ここです、ね、はい、なるほど。で何といってもですね、あの参政党は党のあり方を、はい、今までの民主主義に新しい風を入れようということで参加型民主主義って言います、ね、まさに名前の通り、そうなんです、まさに名前の通りでして、ね、もう主役は党員だということで、うん、党員に政策議論してもらって、党員の思いを実現するために候補者を党員が選んで、そして選挙活動も党員が中心にやると、で選ばれた人は国政に行った人は国政に専念すると、うん、でそういうね、いわゆる近代型政党といいますかね、うんうん、そのひな型を日本に作ろうと思ってやってるんですが、でそういった意味では一般国民の、ね、うん、特定の利害に偏らない一般国民をあくまで基盤として、でそこはね、国民民主党さんとね共通してるところもあるのかなと思ったんですが、いかがですか。いやそこはね、私もずっとそれやりたいと思ってたコンセプトで、でもなかなかその参加型民主主義政策にしても、その立候補する人をね、あのまさにあの党内民主主義じゃないですか、でこれ できそうでできなくて、なかなかこう中途半端に回らきちゃったんですけど、それをまあね実現しているっていう意味では、あのまさにその近代政党っていうかモダナイゼーションっていうかね、っていうのを実現してるなと思って、ここはもう我々学ばないといけないなと思ってるんです。まだ我々もね試み始めたばっかりなもんですからね、うん、どこまでうまくいくかなっていうのはこれ一つのチャレンジだと思ってるんですね。いやでもそこはね、今回一定の、ね、議席を得るという成果を出されたわけですから、まあ、我々も本当にそういう意味では古くならないように常に自らを顧みてやっていかないといけないなということで、参政党さんからも刺激を受けました。いやいやいや、いろんな意味で、うん、連携がもしできましたら、ね、まあ、松田さんは本当に、はい、頭もクレバーでらっしゃいますし、いやいや、そんな、ね、いろんな政策もどんどん発信されてますからね、うん、
まあ、とにかく共にやっぱり日本のためにね、そうですね、やっぱこの国をやっぱより良い国にしていきたいっていう思いでは一緒だと思いますからね、うんはい、それ通りですよね、はい、また切磋琢磨しながら頑張りたいなと思います。はい、はいはい、今日はですね、松田学さんと久しぶりに対談をさせていただきました。もうお互い選挙を経てですねあれだったんですけど、まあ、変わらぬ松田節でとにかくこれから特にやっぱり私もちょっと経済政策は非常にさらに政治化して力を入れていきたいと思いますので、はいはいそうですね、まあ、ぜひね日本を元気に、うん、そうですね、日本経済を再生していくためにですね、はい、またお互い頑張ればなと思いますので、はい、協力関係ができればですね、はい、玉木チャンネル、はい、今日はですね松田学さんとお話をさせていただきました。やっぱり我々経済元気にしていくってところはですねやっぱりお互いですね力を入れている分野だと思うので、やっぱここは知恵を出し合ってですね、とにかく我々で言うとやっぱ給料が上がる経済、頑張ったら報われる、そういう社会をしていくためにですね、また切磋琢磨してお互い頑張ればなというふうに思っております。今日は玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。そしてチャンネル登録お願いします。